プリバリブモン、アブサン・ロベットの広告ポスターアンリ・プリバリブモンは、ベルギーの画家。本名は、アンリ・プリバ・アントワーヌ・テオドール・リブモンで、T ・プリバリブモンとも表記される。アール・ヌーボーのポスターで有名。プリバリブモンは、ブルッセルのスカール・ベークの生まれ。ブルッセルのサンジョスタン・イコール・ノードのアカデミーで、ルイス・ヘンドリックスについて学んだ後、パリに行き、 1883年から1889年まで、ラメア、ラバスターデュビニオードのスタジオで修行。ラメアと共に、劇場やパリ市役所の装飾を手掛けた。象徴主義の画家として、早い時期からアール・ヌーボーを試みた。多数のポスターから、ベルギーのミュシャと目された。後に、ブルッセルに戻り、建築家、アンリ・ジャコブと共同で、ブルッセルの公立、 私立の学校のファサードを手掛けた。その中でも L、エコールジョスポンハットのズグラフフィートが出色の出来である。プリバリブモンの最初の妻、マドレーヌ・ブラウンとはパリで知り合い、絵のモデルを務めた。細長いシルエットの女性がそうである。プリバリブモンの作品は多くが無駄を省かれ洗練されている。ありがとうございます。